ウィジングズ製の体重 KWS30 ウィジングズとはフランスの石井レムリのウに本社を置くコンシューマーエレクトロニクスメーカーで2008年6月にパリ近くでインベンテルやスカルプテを共同設立したエリック・キャリール、サーパックを共同設立したフレデリック・ポッター、セドリック・ハッチングスの技術、通信業界の取締役3人が設立したもののインターネットの一環として インターネット接続の製品を手掛けている。2013年7月に、VP フランス、イディンベストパートナーズ、360キャピタルパートナーズ、ベンテックから3000万ドルの投資を受けた。2016年5月、ノキア社に1億7000万ユーロで買収された。2017年2月に、ノキアがウィジングズを夏頃までに統合すると発表。ウィジングズブランドはノキアへと名前を変えた。 2018年5月、共同設立者のエリック・キャリールが経営権を取り戻し、再度ブランドをウィズ・イングスに戻した。2009年6月に初めての製品として Wi-Fi 接続体重計をフランスで発売、同年9月に米欧で発売した。この体重計は体重と体脂肪率を計測し、Wi-Fi でデータを同社のサイトに アップロードするだけでなく Google ヘルスや Microsoft、ヘルスバ l トといったヘルス2 0サービスやデイリーバーンのようなダイエットと運動のサイトを利用することができるがユーザーの減量状況をツイートできる機能が技術系メディアに取り上げられた。また iOS、ブラックベリー、Android 用のモバイルアプリケーションも提供している。2010年9月、ベンテックからの 初めてのベンチャー投資として3800万ドルの投資を受け、時期に製品の開発費に充てたことを発表した。2011年1月、ラスベガスで開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーにて、第2作目の製品として iPhone 接続ができる血圧計を発表、さらにスマートフォンなどのインターネット接続機器に対応したベビーモニターを2011年11月に、 欧州で2012年2月にアメリカ合衆国で発売すると発表した。2012年1月のコンシューマーエレクトロニクスショーでは新製品として世界初の赤ちゃん幼児用インターネット対応体重計を発表。この体重計は CES イノベーションズアワードを受賞した。この赤ちゃん用スマート体重計は2つの計量構成と なっていて、最初は着脱可能な赤ちゃん用バスケットを使って乳幼児の体重を計測。次に赤ちゃん用バスケットを取り外した上で幼児の体重を計測する構成になっている。両親はこの体重計とインターネット接続された端末を使って子供の体重を参照することができる。直接的な競合企業にエスコレイという Wi-Fi ではなく GSM を使用して インターネット接続する体重計を販売しているボディトレースでその i イフォ n 接続に完全対応する血圧計を販売している iHealth も競合企業である。フィットビットもインターネット接続体重計やウィジングズのパルスと機能が似ているディファレントトラッカーといった複数の健康関連製品を発売しており自社製アプリケーションはウィジングズ製品とデータ交換ができる。 さらに同じく競合相手になっているカーディオは、血圧計やウェアラブル育具モニターといった用途を一つに絞った製品やアプリケーションを開発している。ありがとうございます。